今日の関東エリアでは気温が上がって前日からも体感がぐっと変わりそうです。吉野さん、はい、朝の関東日差しが届いているところもありますね、うん、そうですね。その分だけ気温が急ピッチで上がってきている状況ですね。皆さんの報告で現在の様子見ていきますと、特に千葉県から神奈川県にかけては晴れて日差しの届いている報告多くなっております。こういった状況もありまして気温はだいぶ上がっています。特にやはり日差しが出ているエリアですね、千葉県内で25度以上のところが多くなっておりますし、神奈川県内も湘南を中心に25度以上と朝から気温が高めになっています。その一方で湿度も高くですね、この時間東京都心は 86%、 横浜 82%、 比較的晴れている千葉でも 78% となっておりまして、湿度が高めということで少しムシムシしているような形になっております。はい、そしてこの後ですけれども南寄りの風が今日は吹き込むということで気温が上がりやすいパターンですね。午後にかけてもこの南風が続きまして、黄色い表示25度以上のエリアが徐々に拡大傾向となっていきます。特に午後の時間帯ですね、千葉県の一部ではオレンジ色、30度以上というエリアが狭いながらも出てくるということになりまして、まあ、その他のエリアも30度に近づくようなところというのが多くなると見ております。湿度は高めの状況が続く上に30度近くまで上がるということで蒸し暑い体感というエリア多くなりそうですね。はい、朝晩と日中の体感の変化にもお気をつけください。最新の気象情報や気温、体感に関する情報もウェザーニュースのアプリからぜひご覧ください。